航海カヌー、ホクレアに設置されたエディ・アイカウの記念プレート。ヨハネの福音書15章13節からの引用と、共に。エドワード・ライアン・アイカウは、ハーイ・マウイ島出身の伝説的なライフガード、サーファーである。彼の生き方を称えた、エディ・ウッド・ゴーのフレーズでも有名である。カメハメハ王朝の神官の家系に生まれる。幼少時からサーフィンに熱中し、オアフ島のノースショアで、 ビッグウェーブサーフィンが流行すると若くして超一流のビッグウェーブサーファーの一角を占める。やがてその能力を買われてホノルル軍当局からノースショアのライフガードにスカウトされ幾多の人命を救って名声を得る。サーフィン競技にも積極的に取り組み、リュークカハナモクに次ぐ先住ハワイ人形、プロサーファーの先駆けとなる。1977年。 デュークカハナモクインビテーショナルサーフィンチャンピオンシップス優勝。1978年、航海カヌー、ホクレアに乗り込みたヒチまでの航海に参加するが、船はモロカイ海峡で遭難。サーフボードに乗って、救援を要請しに荒れ狂う海に漕ぎ出し、消息を絶つ。彼の英雄的な行動と悲劇的な最後は、ハワイ社会において伝説となり、死後。 先住ハワイ人の英雄となる。1986年より彼の功績を称えたビッグウェーブサーフィンの大会クイックシルバーインメモリーオブエディアイカウが不定期で開催されている。不定期というのは彼がこよなく愛したノースショアのワイメアウェイに25ヒート以上の大波が入らなければこの大会は開催されないからでこれまでにわずか6回しか行われていない。 彼の生き方を称えた,たフレーズは、エディウッド号で、ハワイでは広く知られている。また、音楽家としても、名声を博していた。実定のクライド・アイカウクライド・アイカウも超一流の、プロサーファーで、ザ・デューク・ザ・エディに勝っている。ありがとうございます。